ャスチャスレイです。今回はちょっと大人の話というか夜の話について、ちょっと半分ねふざけて話してるようですが真面目に話していきたいと思います。やはり男女ともに何歳になろうともこういう婚活で出会おうとも男と女ということで一人のね、こう男一人の女という形になってきますので、その辺年齢的に、まあ、10代20代30代まだねいろいろとこう下のね下の問題が具足がこう元気なのかとかね元気じゃねえのかっていうところもあったりするのでその疑問をね、解明するというか、まあ、個人差があるんだけれども、まあ、自分の場合はこうだよというところでの、まあ、ある程度のこの指標というかね、目安として考えていただけたらなと思います。で40代で婚活している男女で、まあ、特にね女性の方はこういうのは相手の男の人にも聞きづらいでしょうから、まあ、あえて自分がサンプルになることによって、まあ、一つの目安と思って聞いていただけたらなと思います。非常にふざけた感じにはなってますけど真面目な、夜のお話をしたいと思っております。ちょっとね、なかなか言葉だけだと分かりづらいのでまたいつものようにパソコンでグラフをちょっと作ってみました。不評のねグラフね、そっちの方をちょっと見ながらですね少し語っていきたいと思っております。はい、やってきました。ちょっとねこのパソコンでエクセルの方で分かりやすい感じにしたいなと思い、まあ、表を作ってたらねちょっと凝っちゃって申し訳ないんだけど、まあ、左側がこれ10代から20代の頃の自分で右側が40代からの今のね現在までの自分ということで夜のバトル比較表ということで、まあまあぶっちゃけあれですよ、合体行為ですよ男女の、それに伴ってこのグラフがね今縦横あるわけで、この縦のねこのグラフの表示この部分っていうのは愚足元気度愚かな息子と書いてまあまあポコニャンの元気度だよねポコニャンってなんだよ。でこのね、横の軸が、戦闘可能時間ということで、この夜のこの四角いリングの四角いかなまあベッド四角いけどね長方形のこのリングで戦える、継続時間ですね戦闘可能時間っていうのがこの分数でね刻んであって、この元気度はねパーセントということでこれですよこれですよ股間男の股間のこれですよこれになるんで、まあ5刻みというところでね、両方やってます。まあ60分以上戦うこともね あるんですが、あえて60分以内の数字だけを表しまして、もうね比較するとね一目瞭然、まあ個人差があるんだけど、最初のねこの先制攻撃先制攻撃ってなんだよっていう、まあまあ要はあれですよ、男の方からガッといって、まあ、攻める感じですよね、女性のねこう気持ちを盛り上げるための最初の行為ですね、ここ最初の20代10代20代の頃見てください。これもう一気にねアクセルがねもうね全開ですよ。でガーッといってもう 100% ですよね。でこの攻防戦これなんぞやと、攻防戦っていうことはお互いにね攻めるし守るしで、非常に何て言うの、お互いにこうねまあ言われぶっちゃけ言うと69だよね数字で言うと、まあいろいろやったりされたりとかね、やったりされたりってなんだよな、でこの総力戦っていうのが要は合体した時のね本当のこの総合力ですよね、最後の力を振り絞った戦いになります。この3つで、大まかに分けておりますんで、やはりねその10代20代の頃はもうこの攻防戦に移る時のちょっとねこう入れ替え作業だとかその辺でこうね元気度がちょっとね本当にちょっとダウンするっていうね、もうあとはフルマックス状態ですこれもう常に。でこの総力戦もなんて言うんだろうね、自分の場合は相手がこうもういいかなって頃に合わせてフィニッシュができるコントロールができる人間だったんで、まあね AV 男優じゃないけれどもそういった
ね、形、相手のやっぱり相手がどうかなって、自分一人よがりじゃなくて常に相手を思いながらするっていうのが基本スタイルなので、で、まあ、道具使いません。あの肉弾戦です。本当にね、素手だけで戦うというね、ことをやってます。でこのやっぱりね、先制攻撃時間もね、本当はもっと長いんだけれども、一応30分ぐらいと目安にしてます。でこれ比較すると、40代になってからこれね短いんですよ。やっぱちょっとね疲れちゃうんでそこがやっぱ年齢の差だよね。こんなにね25分はまあやねできるけど、あのもうそれぐらいがまあ今のところあれなのかなっていうところで、でこの攻防戦も前はねいくらでもね耐えられたんですよ。相手のこのね攻撃を防ぐこともできて、攻めるのもねできてっていうとバランスが良かったんですけど、まあここではねなんか10分程度になってますけど、もっと長いです。でこっちね行くと、いやでも最近になってくるとね、もうねあのこらえ性がないというか、あのすぐねあの良くなってきちゃうんで、あの気分がね高まってきちゃうんで、やばいんですよ。もうやばいからね、10分以内で、ね、もうねこれチェンジみたいな、もうやめようみたいな、もう即総力戦に移らないと。でもうね総力戦のこのね一番の差、この差っていうのはねここだよね、年齢の差。あの俺はねその持たない長時間でできなくなりました。あのなんかねこらえられんっていうね、前はコントロールできたものが今はねもうダメみたいなね感じなようになってるので、この総力戦が明らかに短くなってるというね、これ15分ぐらいになってるんだけど、うん、10分もねえのかこれなんだよこれ。あ、そうそう、確かにね、あの5分超えるか超えないかぐらいがねやばいっていうね勝負のところで、あのこれを持つとね、これを繰り越すと10分とか持つかなっていうところで、まあ、あんまりね最近はちょっと実戦から離れてまして、どちらかという実戦はねもう6年前だったかな。あとはそういった大人のお店でのこのね攻防戦はね、まあ無理だよね、相手プロだもんな、だって勝てるわけないもんこんなの、うん、だから一応その参考っていう形でね、あとは普通の方とした時のも平均で入れてこうかなっていうところで、うん、でもびっくりしたのはね、あのね1日あったりその連続2回はね大丈夫みたいなね、その後ねあの痛くなっちゃうんでもうダメというね、ことになります。で昔はもうねほらすごいでしょこれ、もう総力戦がねもう超えてるんですよ、もうあの測れないんであのコントロールできるんで、そんな形でねやってきまして、だからもう本当に年齢の壁というか差というのがまあ如実に現れてるっていうね、このグラフ化するとすぐ分かるなっていうね。でただね、あのあんまり変わってないのはそのやっぱりこの、うん、具足の元気度かね、元気度結構ね息がいいんだよね、まだね俺の方はの築地のこう状態であって築地の状態ってなんだよな、うん、このね戦闘可能時間がちょっと短くなったかなっていうところですね。あとはそのこのインターバルだとか、まあ最初の立ち上がりもねあのフルバックスでいかないんでフルボッキみたいなねそれいかないんで、あのまあでも 90% とか8割方以上はね、グッときますんで、そっからまたちょっと上がってその攻防戦に備えた時になだらかにちょっとねうんってちょっと下がるかなっていうところで、で攻防戦でまたガッてくるんで、あやべやべってなって、総力戦の方にこう移ってすぐ負けてしまうっていう、まあ、結局負けちゃうんだけどまあ勝てるわけがないよね、そのこのバトルはね、夜のバトルっていうのを、女性の方がこれバトルはねあの終了がわからない状態が多いので、うん、であと中にはねそういったこの途中でやめてくれっていうねなんかこのね状態もあるみたいで、女性の体って非常に不思議な、状態ですね。まあいろんなここでは言えない話もいろいろやってきまして、対戦もしまして、よくねあのゆうさんの方からあの過去に何人と付き合ったことあるのとかね聞かれるんですけど、絶対答えられないですねそんなもの、あの答えたところで絶対不幸になるのはねもう目に見えてるので、まあ俺は墓場まで真実は持っていきます。あの別に自慢とかそういうんじゃなくて、あの非常に普通がどうか分かんないんだけど、ちょっとかなりの、人数経験だけは、あるので、本当言えないですこれで、思い出せない人っていうかもうね顔忘れちゃってる人もいますんで、
まあ、そういうのはね、どうでもいいんだけど、まあまあ、お互いにもしね、そういうことで、過去のことを聞かれたら、絶対に答えないように、した方がいいです。答えてもいいことないですから、もう普通だよと言って、どのぐらい付き合ったのって、普通の期間で人並みだよ、みたいなことで、今自分はやっておりますが、非常にその質問がね、だんだん最近ね、えぐくなってきてるんで、全然答えないですけどね。もちろんそんなことは。まあまあ、それはちょっと話してそれましたけれども、実情こんなことになってまして、まあ、大人になったからといってね、その、おっさんになったからといって、まあ、特に何か、こう、不具合が起きてるわけではないんで、中にはね、そういう薬を飲んだりしてる人もいるみたいですけどね、バイアグラとか。そんなもんはね、俺には必要ないっていう状態にはなってますね。まあ、自然体ですよね。本当にナチュラルな、この、ナチュラルバトルを繰り広げられるという強みは今のところ持ってますね。で、やはりその、ね、相手が彼女がいなくても、そういった大人のちょっとね、お店で、まあ、定期的にメンテナンスっていうのはね、必要になってきます。やっぱり刀もね、抜かないとどんどん錆びてきますんで、常に刀はある程度研いでる状態っていうね、ことも、まあそんな頻繁には言ってないよ。そんな本当にもう1年にね、何回かっていう形になりますんで、やはり使わなくなると、男の機能っていうのはどんどん落ちていくっていうふうに言われてますので、やはりそれもね、体のメンテナンスケアっていうのはね、病気とかそういうもの、ね、風邪とか、なんか健康状態を保つというものと一緒で、やはり夜の方も、必要になってくるんじゃねえかなっていうふうには思ってますね。まあ、くだらないことダラダラと言っちゃいましたけども、一応こんな形で表にしてみました。40代の方とか30代後半の方、アラフォーの世代以上の方は参考にしていただけたらと思います。まあ、あくまでも個人差がありますんで、その辺は間違えないようにしてください。あとは自慢の別に話ではありませんので、これはあくまでも俺の体調の管理の一環のね、中の話であって、まあ、こんな具合ですよみたいなね、その40代ね、もう半ば過ぎてますけども、それであってもまあこれぐらいの、このまだね、だからこう、ゆうさんの方に合体とか要求しちゃったわけですよ。まだ元気、全然元気なので、やっぱり愛し合うこと、その心のつながりだけではなく、その体のつながりというのも大事です。それだけだと遊びになっちゃいますけども、そうではなくて、やはりその両方のつながりが強くなって 100% になって、やっと絆になるのかなと、まあ片方だけだとつながり程度かなっていうふうに自分では思ってます。持論です。あくまでも持論ですが、そういうふうに考えております。まあ、あとはお互いにそのほら、心だけでいいよと体だけでいいよって人は、そのお互いにその片方だけでもマッチすればベストパートナーになるのかなっていうところもあって、自分の方は両方ですね、心も体も、マッチングすれば、マッチングしたいという希望ですよね。その希望が強い人間ですから、どうしてもその夜も外せないですし、まあもちろんね、心のつながり一番大事ですよ。大事ですけど、それ以上に夫婦になるんであれば、やはり夜の方の、バトルもね、必要になってきますんでね。これは愛をね、本当確かめ合うっていう、再確認し合うという意味。で、年齢が上がってくると、もう遊びの心よりも、相手を気遣う気持ち、もう相手になんかこうね、気分良くなってもらいたいなっていう、なんだろうね、この、サービスじゃないけど、その、思いやりの精神っていうのが、思いやりの気持ちが強くなりますね。だからね、最近ブチブチやってますけれども、チューするんでも嫌がってないかなとかね、でもっとグッと来るので、あくまでも自分は答えてるようなところもあるんで、相手が嫌がったらそういうことはしません。で、それに自分よがりの何かこうね、満足度を得るとか、そういうもう遊びみたいな行為はもう随分とね、昔10代でもうそれ終わってますんで、10代20代の前半で終わってますので、非常に皆さんが危惧するようなその遊び感覚のことで言ってるわけではないということだけは理解していただけたらなと思っております。まあ、だらだらとね、長くなりましたけれども、ちょっと今回はぶっちゃけたですね、大人の話を、してみました。何のね、参考になるか分かんないけど、まあ
時間潰しとか暇潰しに見ていただけたらなと思います。別にこんな表作るのもわずかな時間でね、本当できちゃいますんで、まあ本当に暇だなこんなやろうと思ってもらえれば、いいかなというところです。またねちょっとね他の YouTuber の方がね、婚活でやってる YouTuber の方がやらないようなこういうね動画も上げていきたいと思ってますんで、ね、だらだらとその状況だけ報告しててもね、皆さん飽きてきてしまいますし、まあ、相変わらず今平行線で進んでますからね。で、土曜日、まあ明日がね、これ実際撮ってるのは金曜日の夜なんだけども、土曜日には、夕飯前に一回ゆうさんの方の両親に挨拶だけして出かけると。で、レストランも予約してますので、一緒にね、そちらで食事取ることもないですし、改めてそれはね、上がり込むとき、敷居をまたぐときは改めてちゃんと清掃してスーツで行って、ね、長いっていうかね、ちゃんと中で挨拶をして、まあね、食事なりお茶なりをいただいてじっくり話そうかなっていうことは考えてます。それがいつになるのかはちょっと分かりませんが、まあある程度ゆうさんの方の気持ちをね、まだ 100% になってないんで、 100% になってから頑張っていきたいとは思っております。まあ、じれったいね、状況にはなってると思うんですが、見てる皆さんも、温かく見守っていただけたらと思います。まあ、それでは、長くなって申し訳ございませんが、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは、ごきげんよう。じゃあね。じゃあねー。